今日のマッチタイムはこれ、ジャパンプライドポテト今金男爵食塩こんな感じ。さあ気を取り直していきましょう。時刻は3時を回りました。3時といえばマッチタイムマンチとは英語でムシャムシャとかモグモグといった意味があります。なのでマンチタイムはムシャムシャモグモグタイム。ちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな。今日のおやつはこれジャパンフライドポテト今金男爵食塩不使用。日本の誇りである風土、文化やそれが生み出す素材を発信するこだわりが詰まった小池屋ジャパンプライドプロジェクト。数ある北海道の銘柄じゃがいもの中でも年に一度の特別なポテトチップスとして人気の高い幻の芋、今金男爵を使ったジャパンプライドポテトの今金男爵が発売されています。今年はより一層今金男爵の味わいを楽しんでもらいたいとの思いから、あえて食塩を使用せず、北海道昆布やカツオなどの旨味によって、今金男爵が持つ甘みや旨味を最大限に引き出しているとのことです。パッケージも特別感のあるゴールドです。では今日のおやつ、小池屋のジャパンプライドポテト、今金男爵食塩不使用、いただきまーす。あのこれね、皆さんにはわからないと思うんですけども、いつもとね、反対側のマイクで喋っているので、なんでしょうね、右手と左手が逆になってしまってわちゃわちゃしてしまいましたね。ごめんなさい。それでは開けていきましょう。なんか鬼滅っぽくないですかねえ、なんていうのこれ、鬼滅っぽいから意識したのかな。オープン、よいしょ。お、見た目は普通にポテチですね。ではいただきます。うん、なんだろう、素材の良さってこういうことかっていう感じがしますね。でもこれ塩かけてないんですもんね。すごい、しっかり味がついてて、でもなんかもうポテトそのものを食べている、そんな、でもサクサクっていうね。あー、美味しい。ちょっと高級感がね、口の中で広がっておりますね。あ、これはまたちょっとまた自分でゲットしたいなと思います。ごちそうさまでした。マンチタイム、今日は小池屋のジャパンプライドポテト今金男爵食塩不使用をいただきました。またこの動画はジップ FM の YouTube チャンネルにアップしますので、ぜひご覧ください。右手と左手逆になっZIP FM 77.8